続きまして株式会社ルネサンスエナジーリサーチ代表取締役社長岡田治様のご発表ですご準備よろしいでしょうかそれではよろしくお願いいたしますただ,いまただいまご紹介いただきましたルネサンスエナジーリサーチの岡田です 今日は我々が開発に注力している CO2 の選択投下膜についての開発状況と実用化状況の紹介させていただきます。まずあの我々がなぜ CO2 の投下膜の開発を始めたかということをここにまとめていますあの。今でも既存技術で CO2 の分離回収技術あるんですけれども えーまあ、それは水素製造とかあの天然ガス電とか、まあ、そういうところで使われてるんですけども将来は地球温暖化対策技術としてもっと、あのー、幅広く使われるというふうに考えてますエネルギー環境分野の最重要技術の一つになるというふうに私は考えておりますで既存の CO2 の分離技術はあの現状では大型で高価な設備がいってなおかつ エネルギー多消費型のプロセスであります一方 CO2 の分離膜は CO2 の吸収時に発生するエネルギーが CO2 放出のためのエネルギーに利用されるため本質的な省エネルギープロセスとなり脱炭酸工程のエネルギー消費を大幅に削減可能ということであります、まあ、その時点では高性能な CO2 分離膜はまだ実用化されていなかったんですけども開発に成功すれば 幅広い分野に展開可能で波及効果が大きくリスクが大きくてもチャレンジする価値があるというふうに判断しました。で既存の CO2 分離回収技術ですけどいろんなところで実は問題を抱えてます。でこれは水素ステーションの例なんですけども。 まあ水素ステーションあの一番あの、まあ、現在あのコスト低いのが天然ガスを回出してあの水素を作るということなんですけどもあの、まあ、天然ガスから排出してあの水素を作ってでそ,そこにいる CO2 を PSA という吸着剤で除去しで圧縮してあの車に充填するということなんですけどよく水素ステーション コストが高いであのサイズが大きいということで普及しないというふうに言われてるわけなんですけどもあのコストの面ではです、ね、あの水素を作るところよりできた水素から CO2 を取る PSA の部分の方があの値段が高いんですね。それとサイズにしても、うん 水素を作る海水ユニットよりそのできた水素から CO2 を取る PSA のユニットが大きいということであの要するに問題であるコストとかサイズの面でも水素を作るところじゃなくて CO2 を取るところであるということです。 でこれはあの大型の水素プラントとかあの発電所の例なんですけど、まあ、左が大型の水素プラントの例なんですけど、まあ、あの水素プラントっていうのは、まあ、あの重厚重大な化学プロセスの中でも、えー、重厚さらに重厚重大な部分なんですけどもあのそれよりもそのできた水素から CO2 を取る化学吸収法の方がでかいしここでものすごくエネルギーを消費して。 水素製造効効率率エネルギー効率を引き下げています。で、この右側のやつは CCS というかあの排ガスの CO2 を分離回収して、まあ、空気中に放出せずに地中に埋めちゃうとそういう CCS という方式をあの取ってるあの火力発電所の例なんですけども電気作るだけでしたらこう右の赤い部分だけでええんですけど。 そこの排ガスから CO2 取ろうとすると、非常に大きい CO2 の吸収法のプラントが必要になって、こちらのほうが発電する部分より高いというふうに言われてますし、のその部分で非常にエネルギーを消費するんで、同じ電気を作るのに CCS というか、既存の吸収法でやりますと、石油とか天然ガスが25%余分にいると、そういうことになります。 したがってこういう地球環境対策にエネルギー多消費型の CO2 分離回収技術を適用しますと、えー、要するに同じあの発電の時に必要な化石燃料が増えて、まあ、あの化石燃料の値段がどんどん上がってでその上がった石油とか天然ガスを入輸入するのが日本ということでやはりあの地球環境対策で CO2 を取るにはやっぱり徹底的な省エネ性の高い技術でやるべきだということであります。 でこれはあの我々が今あの開発してます、あの促進輸層膜という、CO2 の洗濯膜の,あの機構を示します。でこれはあの数十ミクロンの薄いゲル膜の中に、CO2 とは反応するんですけども、それ以外のガスとは反応しない、窒素とか酸素とか水素とは反応しない、CO2 のキャリアがその薄い膜の中に入っています。 でフィード側でその,あのキャリアが CO2 と反応して CO2 とキャリアのコンプレックスができそれが膜の中を移動して反対側10日側で CO2 を放出するということでキャリアが行ったり来たりしながら CO2 だけを選択的に運ぶ、まあ、そういった機構です。でこの最大の特徴はあのフィード側では CO2 とキャリアの反応これ発熱反応。 で、投下側で起こる CO2 とキャリアのコンプレックスが分解する反応、これ、急熱反応、で、発熱反応と急熱反応が薄い膜の表と裏で同時に起こるということで、えー、外から熱を入れたり、エネルギーを冷えれる必要はないんですね。ということで、本質的な省エネ技術になっています。 ただこれ口で言うのは簡単ですけど実際は作るのは非常に難しくて、まあ、従来は未来技術というふうに考えられてたんですけど、まあ、我々十数年前にこれ開発して割と早い段階で高性能な膜の開発に成功しています。でこれは我々が開発したあの、まあ、あの膜の性能で横軸は CO2 の透過速度縦軸は CO2 と水素素の選択性なんですけどこの,あの既存のあの 1> 1つの分離膜に組まれて我々が開発した膜は縦軸も横軸もでねスピードも選択性も一桁以上あの優れた膜ができてますただまあこれはあの500円玉ぐらいのサイズのラボでの,あの結果なんですけどもそれからさらに我々はあの大規模製膜してモジュール化してあのそういうあの 高圧でででも使えるモジュール開発の段階まま進んでますでこれはあの今多分あのこのタイプの膜としては世界で一番でっかい8インチのモジュールを示します、まあ。このようにこうあああの平膜をくるくる巻いたような形の構造のエレメントになってまして8インチですから、まあ、径が20センチなんですけどこれ1本で大体30平米ぐらい。 膜面積を確保してましててまそれをこういうあの高圧のハウジングの中に入れてやるということですがあの非常にこのように長期間安定な性能をもあの発揮してます。 でこれを例えば水素ステーションの応用をしますと、まあ、細かい説明に抜きますけどもあのサイズも小さくなるしコストも大幅に下がるしエネルギー効率も十数パーセント上がるということなんですけどこう残念ながらあの燃料電池自動車が今まであ,のあまり普及してなかったんですけど今後 燃料電池自動車も今まで以上のペースで普及するというふうに考えておりまして我々も CO2 の分離膜を使った次世代型の水素ステーションの開発に今後取り組もうと思ってます。でこれは今までの過程で我々が開発した m e m r レの開発ツールでしてこういう ラボスケールでの性能を測る基礎実験装置は、われわれもすでに20台以上持ってますし、その高圧の測定装置も持ってます、それとモジュールの評価装置も持ってました、まあ、こういうことで、あの幅広い分野にかあの適用する CO2 の分離マッチの開発できる体制をもうすでに構築しています。 でその後、JAXA とですね宇宙船とか宇宙服の中の人間が出す CO2 を除去するあの、そういう膜の開発も行ってまして、あの数千 ppm レベルの CO2 をハンドリングできる膜の開発にも成功しています。 でこれはあのその例なんですけどもえ横軸がこれも CO2 の透過速度縦軸が CO2 と窒素の選択性なんですけどこう膜で選択性が1万を超えるような膜あのできると思ってなかったんですけどあのやったら我々成功しましてあの選択性が1万以上という非常にあの高選択性の膜の開発にあのもう取り組んですぐあの開発に成功しています。 であのこういうあの水素用の高温高圧で使う水素用の膜それと低温低圧で使う宇宙の,の膜、まあ、両方できましてちょうどその間にバイオガスの,あの範囲がありましてで現在我々はあのバイオガスの分野に膜分離を応用することに注力しています。でまあバイオガスっていうのはあの下水とかゴミとかのメタン発酵したあの そのメタン発酵ガスなんですけど、バイオガスなんですけど、メタンが主体なんですけど、CO2 が40%程度含まれてまして、しかも、組成が安定だったらいいんですけども、所詮生き物が作りますし、原料によって変わりますんで、そういうあのメタンの濃度とか CO2 濃度が変動するということで、ちょっと使いにくいエネルギーになっていの あの既存技術で CO2 を取ればあのメタンリッチのガスになるんで,、まあ、燃料であの天然ガス利用者の原料にできるしさらに吸着剤で CO2 と c o を取ってしまって増熱すればあの都市ガスにできるということなんですけどやっぱり既存技術で取ろうとすると非常にでかくて高い設備がいってなおかつ CO2 を取るのにバイオガスのエネルギーの1割から2割ロスするということで、まあ、あまりあのメリットがないわけですね。 その部分を膜に変えていけば非常にあのバイオがその高度エネルギー利用を加速するだろうということであの我々はあの提案してで数年前からあのネトさんの c エーベンチャーの,あのプロジェクトに採択されあの今まで開発していきましたその話を簡単にします。これあの下水用ででのの利用状況なんんすけどどほとんど日本の場合あの 見るようなまルウォーデーがですねあのメタン発酵すればあの消化ガスとしてメタンに変えて発電とかできるんですけどあまり利用されてないでそれだけじゃなくて化石排出物,物とか食品排棄物のエネルギーポテンシャルすごく大きくてまあこういうものをすあの全てあのメタン発酵して利用できればあのそういう。 数百,百万キロワットの発電所が3つぐらいできるぐらいの規模になるんですけど現状はそれの100分ぐらい100分の1ぐらいしか利用されていません、まあ、そこを何とか利用をもっと図っていきたいと思ってますで例えばドイツなんかはもうすでに5000メガですから 500万,500万キロワットも発電してるんですけど、あのイオンは残念ながら、そのまで100分の1ぐらいで、なんとかここを、まあ、あの爆発的に普及するように、マクを使って頑張っていきたいと思ってます。 でこれをバイオガスに膜分離適用しますと、まあ、CO2 を取っていきますんであの左側の図ですけど CO2 濃度がどんどん下がっていくと発電効率は上がるしあのエンジンの出力が増える、まあ、そういうメリットがありますしあの右側の方にはあの一番下はあのまあ CO2 を含むガスをあの発電できる特殊なバイオガスエンジンの例ですで。その場合非常に値段が高いんですけども、まあ、あの膜で簡単に CO2 取ると安い天然ガスエンジンができるという。でこれは NEDO の,の大規模実証でやった例なんですけどこれ東北大のバイオガスサイトです、ね。 あのでまあまあ、メタン発酵とか国産の,あの,あの発電機がついてるんですけれども、あ,のあまりあの十分発電できてなかったんですね、なぜかというと、あのこの前非常に CO2 が多くて、50%以上 CO2 がおりましてあの、既存のバイオガスエンジンで発電できなかったんですけれども、まあ、それを膜分離で CO2 を減らすことで発電できましたということで,で例えば。 天然ガス自動車のエンジンも CO2 を除去して、例えばメタン濃度を90まで上げると、あのそれでバイオガスの発電ができます。で、さらに NEDO の大規模実証では、これをあの大型の装置を作ってあのやりまして、で、海外のエンジンと組み合わせて実証します。ということで、あの今後はあのさらに大型のシステムは汎用性の高い船の天然ガスエンジン、で小型はあの車のエンジンを使って、 あのバイオガス発電の低コストとかにあの注力していきたいと思ってます。で、この技術を使って、ダックといいますかね、空気中の CO2 を取る、取ってまああの化学品の原料にすると、そういうダイレクトエアキャプチャー用の高性能な膜の開発も、NEDO のムーンショットの事業の中でやることになりました。以以上上でですすすすちょっとししししましてすいままていせん以上ですよろしくお願いします ねえだ。